お皿もあるんだ。お皿？お皿は今大人になった。これもソーセージ、原型がないけど、今大人になった。ほんと、えらー。じゃあね、これがアラマサ。なんかのこと川鶴？川鶴って言うんですね。川鶴、はい。川鶴。へぇこれは酔っ払ってトレーニングしないと、高所のトレーニングと同じになるんですね。相当、多分ね、高所の感じだと、そんなそこら酔ったぐらいじゃ全然あの感じにならないんで、ビールを10本、ウイスキーを10杯、そのぐらいの感じですね。ちょっと今日今酔ってるんですけど、そんなにはなってない。子供たちがいるんで、今日は重り1キロと、あと2人を、23、あー早いな。子供たち2人で20キロで今日は行きます。おいなおい下じゃない下じゃない